東京地検特捜部の検事が元広島市議を取り調べた際、不起訴になることを示唆し、買収を認め,認めるよう誘導するような音声データがあることが分かりました4年前の参院選をめぐる大規模買収事件では現職の議員や元議員12人が河井克行元法務大臣から買収目的で現金を受け取ったとして起訴されています。 そのうちの一人、元広島市議への取り調べに対し、取り調べに関し、東京地検特捜部の検事が不起訴にすることを示唆し、受け取った現金が買収目的だったと認めさせるよう供述を誘導するような音声データがあることがわかりました。元市議の弁護士が今日会見を開き、音声データは元市議が録音したものと明らかにしました。データは複数回分あり、弁護士は 検察が不起訴と引き換えに買収を認めさせた。利益誘導による自白調書だと強調しました。これは不起訴にするよという形でずっとやってて、だから協力することが前提のような形でやって不起訴になるよとか、協力すれば悪くしないからというのがあると思います。議員をやっぱり続けたいという、そういう気持ちにうまく入り込んで、こいを取っている感じがいたします。 弁護士によると元市議の裁判の争点を整理する手続きで検察は元市議の供述調査を証拠として請求しておらず今回の音声データも証拠として採用されませんでした元市議は河井元法務大臣から買収目的で現金30万円を受け取ったとして去年3月に罰金の略式命令を受けましたしかし意義があるとして裁判を請求初公判は来週27日の予定です一方 斉藤法務大臣は個別案件への回答を差し控えるとした上で一般論として申し上げますと、まあ、取り調べにおきまして、任意性を失わせるような利益誘導、これは断じてあってはならないと考えています。音声データの存在は検察側も把握しており、今後、最高検察庁が調査するものとみられます。 それではここで今回の構図をまとめます。東京地検特捜部は河合克行元法務大臣を起訴するため。現金を渡したとされる議員らに任意で事情聴取を行いました。元広島市議の弁護士によると東京地検特捜部の検事は？元市議に対して。不起訴にするや議員を続けてほしい。 悪くはしないと利益誘導に当たるような発言をし、これを元市議が録音していたということです。えつまり、不寄所と引き換えに買収目的で現金を受け取ったと認めさせるよう、供述を誘導していた可能性があるということ。弁護士は河合元法務大臣の立憲目的で供述を誘導していたと指摘しています。そして次です。 一連の裁判では別の複数の被告も検察の事情聴取で誘導があったと証言しており今後の裁判などが注目されます。